はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はキャプゼロの動画なんですが、代表ユニのねステップルックガチャ、ステップ5今回ね3000溜まったので引いていこうと思います。でステップ5は、代表ユニ選手ね1体確定ってことで、うちピックアップが 15% っていうことでね、まあ、この3人のうちの、まあ、持ってないね翼と、若林くんか、もしくはあれだよな、ジュニアじゃないやつもステップ5はいるってことだよね。だからできれば、青木選手の、まあ、石崎、慈瞳、あ、特に慈瞳かな。普通の慈瞳もジュニアユースは持ってないので、ジュニアユースの慈瞳あたりは、ピックアップ以外で見たら欲しいかな。で、逆に言うと、逆に言うとっていうかね、あとね、代表ユニの普通のやつで、中学生でも欲しいのは、若島津くんかな。同盟ボーナスがね、乗るのでね。そうだね。あとはね、ちょっと、外れかもしれん。って感じですね。先にちょっとデイリーだけ引こうか、2回。ここで、まあ、星さんがね、出てくれると、嬉しいんだけど、ダメだね。両方若島津だったな。これはもしかしたら若島津が出るか。行きましょう。さあ、ちょっとなんか不安だけど、今の大丈夫かな。まあ、確定枠以外でね、欲しいっちゃ欲しいし、おお、なんかすげえ若島津、若島津ばっかり来てない？なんなの？ちょっと、偏ってない、随分。星に誰が出ようと別に構わないけどさ。慈瞳もなんか、いたな、さっき。ナシエスター。お、ここで変わった。よし。あーっと、そっちじゃねえ。そっちじゃねえから。いや、まあいいけどね、こっちはこっちで。三角蹴りダイビングが使えるようになるから。そして、ここが確定枠。お、あー、これ違うよね。これ違う方だよね。これ中学生でしょ。マジか。いやー、そっか。いや、でもね、中学即パーにね、石崎くん属性違いで入れてたから、一応これはこれでありなんだけど、中学即パーのディフェンス埋めるならワイラン引きたかったんだよねっていうね。まあ今更モンキーダイビングあってもちょっと他の使うだろうしな。何この若島津率、よく見たらここすごくない、ここ。何これ。若島津で確定枠以外に来たと思ったら若島津っていうね。すごい確率じゃないこれ。最近でもね、なんか知んないけどね、星2のキャラのね出方が偏ってる気がするんだよね。はい。ってことで、まあちょっとね、今回確定枠残念だったんだけど、まあ確定枠以外から来た若島津くんに関しては、まあ、文句はないかなっていう感じですかね。はい。じゃあこの画面のままね、終わりにしようと思います。ということで、ありがとうございました。よいしょ。